皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、パジマでーす。パジマでーす。千葉にね、愛媛の、はい、ゆうなちゃんが遊びに来てくれました。どうも、来ております。お久しぶりでーす。どうもどうもどうも。今回なんでゆうなちゃん来てくれたんだっけ？マコロ吉がちょっと亡くなったという報告を受けまして、線香をあげて、手を合わせて、最後ちょっと挨拶に行きたいなと思って、急遽。血がね、亡くなっちゃったっていう報告、あれ直接したっけ、うん、直接したっけ、うん、そしたら、数日後にこちら届きました。これめっちゃ可愛い、本当にお花ね、うん、本当にゆうなちゃんありがとう。相方の可愛がっていた、家族ですよ、うん、亡くなった時にお花ぐらいはね、あげれる人間でありたいと思いました。はい。あのね、これ、コロクチそっくりなんですよね。ね。これ、もしかしてコロクチのためにオーダーメイドしてくれたんですか？もちろんです。もちろんです。本当は？本当は、既存の商品になります。どうやって、これ、ハムスター、コロクチ、花とかで。コロクチじゃない。ハムスター、何だったっけな？ペット、お花？ペットが亡くなった時。花とかなんか調べて、うん、でこれが出てきたんですよ。あ、これやんと思ってすぐ決めた。本当嬉しい。今まだコロキチの家掃除できてないんですよね、うん、これをコロキチのハウスの上にこう置かせていただいてるんですけど、コロキチが今でもいてくれてるような気がします。はい、本当にありがとう。ゆうなちゃんコロキチ何回会ったことあるんだっけ？コロキチは1回しか会ったことないか、うん、あの愛媛からコロキチファンが来てくれたみたいな動画だけか。そう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 、うん、あの時だけ。でコロナがなければ、ね、遊びに来てくれたと思うんですけど、残念ながら1回しかこの店に会うことができなかったようです。そうなんです。テレビ電話とかではね、しょっちゅうねこの吉と一緒にオンラインダイエットしたりクリスマスパーティーとかもしたよね。あ、したね、コロキチとね、うん、あ、コロキチすごいのが、ペナちゃんと電話してても寝てたのに、私たちがトレーニング始めた瞬間にコロキチ出てくるんだよね。そう、やっぱ一緒にやりたかったかな、コロキチは。そう、一緒にダイエットしたかったかのように、うん、そのタイミングでポッて出てくるんだよね、うん、そうそう、それが可愛いよね、愛らしかったね。あの、まあ1回しか直接会ってないけど、あのテレビ電話とか本当にもう何回も会ってたからね。そうそうそう、ゆうなちゃんも本当辛かったよね。そうだね、ショックやったね、やっぱりね。今突然別れが来るかと思って、うん、あんな可愛いハムスターいないよね、うん、本当に可愛い。まあ、いろいろなんかこうペットショップとかでハムスター見たりしたんですけど、うん、ハムスター可愛いですか？めっちゃやったね。本当そう、もう本当にそうなのよ。表情とかめっちゃ可愛かった。なんか拾ってきた時とだいぶ表情変わったよね。そうやね、うん、拾った時もね、あれはあれで本当にぶちゃかわだったんですよ、うん、けどまたさらにどんどん可愛くなってくるんだよな、コロキチ。まあ多分葵ちゃんがそういうキャラに育て上げたコロキチの発言とかをさ、うん、コメント出すけど、すごいね、的確、的確、コロキチの表情にぴったりのコロキチ発言をしっかりとさ、うん、でもね、あれコロキチ言ってたと思うよね、本当に。それでさ、コロキチのキャラがちょっとさ作り上げられたところもあるけど、いやでもぴったりの、そう、うん、作り上げられたんじゃない、あれはコロキチだったんです。コロキチか。なんかちょっとアホそうなところもあり、うん、ふてふてしい表情してみたり、うん、ちょっとこうトロ臭そうなところもあってね。そうなんだよね。いや、やっぱ印象的なのはマルキチ。マルキチ、うん、マルキチ覚えてる？マルキチ悪い顔？悪い顔のコロキチ？はい、何の動画だったでしょうか？マルキチが出るのは、まあ、あれよね、あれ。え、分かってるよ。あれですわ。言ってもらっていいですか？ゆうなさん、もしかして？いや、結構見てますよ。結構動画見てないでしょ？結構見てます、結構見てます。マルキチ、あれやろ？ね、あの、ちょっとね、あの悪さしてね。悪さって何の？ね、ちょっと見てないわ。悪吉、今悪吉って言って、うん、どの動画か全然イメージできてないんですよ。多分視聴者さんの方が分かってると思う。すいません、ちょっとすいません、一致しておりません。
次あのニョロ吉よ。あのニョロ吉。うなぎより捕まえるのが難しい。もう取っても取っても あったねあったね。スルスルって言っちゃうよ。あれ悪吉。あの時にさ、コロ吉何してんのってこう捕まえてさ、コロ吉の顔にこうカメラ当てたら、あああったね。思い出した思い出した。じゃあゆうなちゃんは何一番好きな動画？待ってますこれは。もうね多分何回も言ったことあると思うけど、うん、本当に一番可愛いなと思ったのは逆上がりですね。いやあれね私もね、うん、めっちゃ好きなのよ。逆上がり動画でしょ。めっちゃ可愛いあれ。皆さんわかりますかね。あります。あのバタバタって足を動かして。そうそうそう。これ吉がこう登ろうとしたらこうブランブランって足にバタバタ。で顔はめちゃくちゃ真面目なんだよね。うんうん、めっちゃ可愛いあれが。必死の表情が可愛い。あれ本当に可愛い。私も大好きあの動画。あれダントツ一番か。ダントツ一番か。逆上がりの動画も大好きなんだけど、なんかやっぱこの吉が走ってる姿大好きなんだよね私。うん。走るときの走る姿がね可愛かったね。可愛い。尻がね好き。これシリーズでいくと、私がコロ吉にハウスをプレゼントしたんですよ。はいはいはい。でそのハウスの2階に小窓があって、うん、その小窓に必死でこう入り込んでいくときのコロ吉。で最後にお尻が大きくてちょっとなんか入りにくいみたいな。あの時のお尻。あれかわいいね、コロキチね。めっちゃかわいい。あれかわいい、うん。あれ好き。どの動画が好きかランキングトップ3決めよう。いいよ。動画も見てないから。いやいや、見てます。見てます。見てます。見てますよ。3つも浮かばないかな。いや、見てます。見てますよ。ほんと？うん。浮かびますよ。ほんと？うん。じゃあ、考えるタイムスタート。はい、動画は出ちゃったから、マジにしよう。マジで、うん、1位に入ってたんやけど。逆上がりの頃吉、殿堂入りで。殿堂入り、OK。私も大好きだから、その動画。殿堂入りね。殿堂入り。うん、以外で、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。はい。じゃあ、まず第3位からいきましょう。はい。じゃあ、どっちか先に言う？いいですか、先が。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい、グーしよう。勝ちました。第3位。はい。この吉が、みかんを食べてさ、酸っぱかったみたいな動画あったやん、うん、あった。あれバニキチから顔出して、そう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 、と個人的なあれなんですけど、うん、私があげた紅マドンナはちゃんと食べてくれたのに、うん、あ、そっちはちょっと違ったかっていうのですごいちょっとこう記憶にね、やっぱ味わかるんだね、このキチ。じゃあこのキチね、結構グルメだったと思う。本当やっぱ視聴者さんは、うん、そうやね、方からもらって、うん、いろんなもの食べれたし、うん、しかも超えましたよ、それは。超えましたね。じゃあ私、はい、3位どうぞ。あの鬼滅を見に行く、あ、動画です。はいはいはい、鬼滅の映画を見に行くから、うん、コロ吉でお留守番ねっていう動画なんですけど、会話してるみたいな、うんうん、最初コロ吉騙したんですよね、うんうん、時間を利口さんにするって言ってたけど、本当にみたいな、うん、本当だよやったみたいな、はいはい、あれ本当伝わってんのかなって思って、あれ見てほしいのよ、うんうん、じゃあ第2位どうぞ。第2位はですね、餌をポンポンポンって等間隔に置いてさ、あれ全部食べるまでカエル待ってんだ、うん、そう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 、好き。あれね、うん、私も好きなのよ、うんうんうん、けど思ったより再生回数が伸びてくれなくて、うんうんうん、これ微妙だったかなって思ったんだけど、うん、いや、あれ結構好き、あれ嬉しいわ、好きです、あれ嬉しい嬉しい、うん、きちんやらされとるなみたいな感じで見るのもちょっとまた楽しくって、あれ可愛かった、あれ可愛いよね、うん、どんどんこう、そうそう、きちがさ、うん、近づいてくるっていうのね、うんうんうん、あれは好きです、あの動画、あれ好きね、うん、あれいい。私じゃあ第2位言おうかな、はい、第2位は、はい、ミニコーン、あーハウスに持ち帰ろうとするやつね、ガツンガツンって、はい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 、いたずらで私、うん、コロ吉がいない間にこうミニコーン出したんです、うんうん、でコロ吉が部屋に戻って、うん、またヒュッて出てきて、あれミニコーンしまったはずなのになんでそこにあんの、はいはいはい、で私のこと睨むんですよ、はい、お前がやったなこれ、うん、そうなのみたいな感じで睨む顔が本当に言ってるみたいで可愛くて、うん、ごめんコロ吉ってなったけど可
愛いからもう一回やっちゃうかもみたいな。あれはね、コロ吉が頭いいなと思った。ちゃんと工夫して入れ方変えたやん。ちゃんと考えて動きよんやと思って、ね、めっちゃ賢いと思って、うん、最初もうガツガツしてたのに、うんうんうん、まず自分から入って、うん、ハートの中から、うんうんうん、そうやね、でも可愛い、うんうんうん、そうだね、やりましたね。じゃあ第1位はお決まりですか。はい、さっきもちらっと話出してしまった。え、嘘、うん、言っちゃっていいですか。はい、第1位どうぞ。自分であげたっていうのももちろんあるんですけど、あ、ハウスをやっぱプレゼントしてお尻を ねアップにされて、うん、と入っていく穴から入っていくあの動画、あれね、あれが好きです。それはね、本当になんか編集してても、うん、もうゆえなちゃんとあやみちゃんからプレゼントもらったんですけど、なんか2人のこの愛も伝わってきて、すっごい編集しながらも嬉しい動画。あれはね、名言が一つ生まれてまして、はい、愛媛の名産今治タオルをですね、今治タオルって呼んだんですよ、この人。読んだね、うん、だよね、間違えたっていうね、名言ではない、ね、名言ではない、ね、名言、まあまあそんな動画でもありまして、自分があげたハウスにコロ吉が入ってくれるっていうね、やっぱあれ嬉しいよね。コロ吉太ってるからさ、詰まりそうで怖くて、うん、でもその上に登って脱走しようって言ってたよ。あ、はいはいはい、なんか3日ぐらいで没収されてた。小窓がちっちゃくて入らんって、うん、穴広げたら確かね、穴広げてもなんかギリギリなのかなと思ったから、うんうんうん、端くれでさ、うん、切れちゃったりしないか怖くて、うん、3日ぐらいで別荘にしたよね。そう、別荘にしました。じゃあ私の1位、あれ、あおちゃんまだ言ってないか。私ね、命の恩人からのプレゼントで貝殻ハウスをもらった動画、はい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 、あの動画すごい好きで、コロ吉がこう貝殻ハウスから、うん、あれ今ね、部屋っぽしたかったのよ、ずっと、はい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 、けど私がこう撮ってたから、うん、まだ部屋っぽしないの、まだ部屋っぽしない、はいはいはい、ね、貝殻ハウスからやっと部屋っぽするのみたいな出てくるコロ吉が、あの写真をさ、多分とかおちゃんが撮って送ってくれたやん、うん、貝殻ハウスからこのぴょこってね出てくるコロ吉、うん、かわいいし、表情がね、なんとも言えん。それさ、ちょっともう少し撮らせてくれみたいな、ね、ちゃんとコロ吉固まって、うん、なんかどうぞみたいな、はいはいはい、でいっぱい写真撮れたんですよね。分かってんだよね、コロ吉ね、しかもサービス精神旺盛っていうね、うん、ちゃんとカメラ向けて写真撮りたい時、コロ吉しっかり止まってくれるんだよ、結構いい、うん、そう、サービス精神で思い出した、私が遊びに来た時の動画、はい、それランキングに入れなかった。あ、あれだ、忘れてたわ、でもいいね、あれ、うん、あの絵をもらった時の動画、うん、最初コロキチハウスで寝とったのに、うん、絵を出してコロキチの話しよったら出てきてくれたよね。そうだね、うん、あの時も、この絵どうってコロキチに聞いたら首振れた、首振れたの、うん、あったよね、みたいな、うん、あれも可愛かったね、なんかもう会話しとる感じがね、うん、いい、ほんとね、反応してハウスからもあのタイミングで出てきてくれて、まあ、サービス精神の音声で、あ、回し車最初さ、スプライズで置いといたけどさ、コロ吉なんか寝起きで吹きみたいな、ドボンみたいになってたじゃん、はい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 、あれとかまだしさ、観葉植物置いた時もさ、ウォーみたいなさ、リアクションいいね、リアクションいい、うん、美味しいおやつとかあげてもすごい食いつきが良かったり、うん、食いつきが悪かったりとか、うん、反応があるから面白かった、そうだね、それとかもさ、ハロウィンの時にお化けのさ、あ、なんかこう人形みたいなのを並べて、そろってこうさ、ちょっとビビっとるのかどうかわからんけど、何これってなったのかったんやろね、反応も可愛かったね。それを言ったら、うん、ミルワーム、乾燥ミルワームあげた時もさ、ね、うんうん、何これみたいな、あったあった、あの動画も好きだわ私、ミルワームあげた動画。ベスト3難しいね、いっぱい出てくる後から、後からポン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 、あれもあったってなる。でもやっぱ、うん、パッと思い出せた動画がやっぱランキング3なんじゃないですかね。そうですね、あ、あの絵のやつ入れときゃよかった、あれベスト3入るな、ミルワームね、ミルワームの動画入るな、うん、だってさ、最初全然食べようとしなかったのにさ、うん、私がせっかく買ってくれたからちょっと味見だけでもしてあげようかなみたいな感じ、一回口に入れるんだから、やっぱまず、うん、出す、あ、優しいな、コロ吉、頑張ったよね、うん、本当にね、使える、空気も読める、サービス精神旺盛、あのハウスさ、あのエイツシ君からもらったハウスと、うん、元々私が買ってあげたクラフトハウス、うん、こう
2つ入れといたの、うん、どっち好きな方に入れていいよって、うん、そしたらコロ吉選べずに真ん中で寝た動画あったねあれとかもコロ吉優しいなと思って両者に気を使ってさ、ね、気使えるねコロ吉ね空気読めるね空気読める空気読める増えるわ、うん、これモテるね、る人間とかだったらなんかもうめっちゃモテるモテるねモテ条件が揃っとるもん、ね、全てコンプリートしてますベストでガサラファンも増えたわ私もファンの一人だったわけですしなんか親バカなのかなと思ったけどやっぱ可愛いね、うん、ただの親バカじゃない本当に可愛い本当に可愛いコロキチは、まあ、コロキチなくなっちゃってすぐ連絡したけど長かった私ねえ気になってすぐ青ちゃん電話して大丈夫ってだけどまあ青ちゃんっていつもこんな感じで明るいんですよけどやっぱあの時ばかりはうーん本当に元気ない青ちゃんでなんて声かけたらいいんやろうってなったじゃあだからさ私電話出なかったよ1回目出なかった出なかった出なかったそうか私ねもうなんて出ていつもさはいもしもーしみたいな感じだ、うんうんうんもうドーンってなったからさどうやって電話出ていいか分かんなくてそういうことやったんやさっき忘れたかもしれんね、うん、返事もできなかったなんか大丈夫だよみたいなの全然大丈夫じゃないからさ、ねうん、けど大丈夫じゃないよっていうのもさどういうことどういうことじゃないけどだから全然なんかみんなから連絡もらっても返信ができなかった自分からコロ吉がなくなっちゃったって言ったけどそれはもちろん葵ちゃんも落ち込んでるやろうし私もやっぱその報告受けて、うん、ほんとショックでさでもやっぱりこう最後さ、まあ、その弱っとったけど、うん、その直前葵ちゃんが1ヶ月イタリア行っとってやっとりやして、うん、その前に一旦コロ吉がちょっとみたいなあそうなったやった、うん、だけどそっから葵ちゃんがちゃんと日本に帰ってくるのを待ったよね、うん待っててくれたね、コロ吉ね正直あの1ヶ月危ないんじゃないかなってやっぱちょっとどっかで思ったんよねその帰りを待ってね、本当に待っててくれてありがとうって、ね、あとね、お母さんがやっぱすごい大変だったと思うからすごい慎重にお世話してくれてて、うん、サイバスを感謝しとるやつね、うん、仲良くなってましたね、帰ってきて帰ってきたら、うんうん、なんかさらに人間を怖がらなくなったというか見下してたというか先生行く前よりも、うん、この吉との距離感がすごい近くなってた、うん、ね後になって思うけどあれが近いのを悟ったのか分からないけど甘えたかったんだろうねこの1個前の動画とかもこの吉めちゃくちゃ可愛くてそうや僕の中入っててそうねなんか誰やるやつゆうなちゃん来た時も分かるけどめちゃくちゃバーって言ってた、うんうんうん、イタリアから帰ってきてからの部屋の子、うん、ずっと私の周りをよちろしてんの早く名前させてほしかったと思うよで部屋の子ちゃんも呼んだらちゃんと近寄ってきてくれる、うん、今でもすごいだけどどんどん利口さんになってきてどんどん仲良くなってるなって思ってた時だったから悔しいしなな可愛い思い出話よね。コロ吉も多分望んでないと思うので、やっぱね、最後コロ吉の思い出話に花を咲かせてね、うん、笑顔で、ね、明るく話してみようってことでね。そうね。なんか皆さんもね、なんかそのどの動画が好きだったとか、うん、これが思い出深いですとかあったらちょっと教えてもらえると、まだまだ私たちコロ吉の話をしたいよね。したい。ちょっと花咲かせたいね、コロ吉話ね、うん、もっと思い出話ってかね、やっとコロ吉の思い出話がね、うんうん、ちゃんとできるようになってきたちょっと時間が経ってねそう、なんか思い出しただけでさもうあーってなったから、まあ、でも
こうやってね明るく話してあげた方がコロキチも絶対喜ぶし、まだまだコロキチのお話をいっぱいしてあげたいと思います。はい、よかったらコメントで書いてみてください。じゃあということでね、そうですね、うん、じゃあ多分長くなっちゃったかな。そうだね、まあ多分この動画終わった後も私たちはもう少しコロキチの話をするんだと思うんですけど、はい、じゃあこの辺でお別れしましょうか。はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。